燃えよドラゴンがね、ついに、ようやくパチンコができたということで、これですよ。ほらほら、これちなみにクロックバージョンとかもあるんですよね。えい、いただきました。ありがとうございます。そしてこれで七つ柄渡りなんで、三等七つ柄渡りは、16ラウンドということで、各編確定となります。なんでこの昇格に、160回転の ST が待ってると。で、継続率がなんと 90% オーバーということになりますね。まあこの激怒の方のスペックはですね、まあ、へそからの大当たりでも 40%、16ラウンドが期待できるんで、でも2000発いきなり獲得できるっていうのはいいところですね。で、連鎖ポジションになると、16ラウンドがぐんと上がって 66%、まあ、激怒のスペックの場合ですけどもなるんで、そこから出玉、タイトル獲得の大チャンスとなります。はい、来ました。160回転の ST の中で、まあ2段階の ST になると。お、赤の確保をしましたんで、これは先輩のチャンスだと思います。でさらにこれ前半での、今言った2段階の ST の前半でのこのレイチなんで、そこ当たりが結構期待できるんじゃないかなと思います。敵の攻撃ですけどね、これ、技名っていうか赤の文字追撃とか出る場合があるんですけど、その場合は強攻撃、これは、弱の方だと思いますけども、ちょっと打ち受けてしまいましたね。復活もありますよ。あかん。お、レインボー、レインボー、レインボーじゃない、なんか今一瞬レインボー光ったよね。ねえ、おー、来ました、当たったでしょこれ当たってないんか。今のがレインボーの光やったとすれば、お、燃えよドラゴン天敗、七つ柄天敗ですね。これはいただいたんじゃないでしょうか。実写ムービーですね。おい、はい、ありがとうございます。なのでこういう風にね、底当たりするわけですね。そして、ステージ中にこういう風に当たると、37で当たるとこういう名場面が見れると。これもゲームフローでお話ししましたけども、基本的に、各編中は16ラウンド後やったら各編が確定すると、あと突角の場合ですねっていうのがあるんで、16ラウンド大当たり後は安心の ST160 回転となります。はい、そしてですね、お、今の爪薬も出てきた。 ST 中はですね、まあ、16ラウンドで止めたら、武芸大会モードっていうところに行くんですけども、さらにその武芸大会モードで、まあ、160回転の ST 中にこの16ラウンド渡り今聞きましたけども、行くと今度は鏡の間っていうところに行くことができます。で、ST 中はこういうふうに16ラウンド渡りでブルースリーが勝っていくごとに、まあ、ストーリーというかあらすじが進んでいくと、物語もね、この原作通り進行していって、で、まあ、一応武芸大会と鏡の間が一定期間16ラウンドを重ねて続いていくんですけども、一定条件をさらに積み重ねると、己の間っていうところまで、物語が進行します。でその己の間に行くと、まあ、ブルース・リーのね、ブルース・リーが己との戦いということで、そういう熱いシーンが見れるということになってます。なんでできれば今日はそこまで行きたいなと思うんですけども、ヤクモロは赤いですよ。お、さらに龍が横切ったかな。4つ柄天敗は基本、爪リーチっていうところにありますね。
さあカモン。ダメ。おお復活か。おお来ました来ました。この場合は昇格の可能性はあるね。あるみたいね。いけ。ああ5ラウンドですね。はい、昇格はなしと。ドラゴンラッシュ継続。なんでここからはドラゴンラッシュということで、まあ、通常の可能性もあるという感じになってますね。これでプラス60って出ればその時点で、格言確定ですからね。お爪がいいタイミングで治ってるよ。飛び出ろ。いやー開けへんか。あちゃあちゃあちゃちゃ。あ、でもフィルム、まあ、左打ち戻さん結構だからほんまにいろいろ起こるけどすぐ終わるのが多いから時間効率も早そう。お、右から来ましたよ奈良津から。さあブルースリーチャンス。先ほども言った通り期待度はブルースリーチャンスの中では、2番目と。テンパれ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 。あ、テンパったテンパったケバテンパった。これ来たでしょ。もえドラもえドラもえドラ2度目の本日2度目のもえドラ演出。クロフク系かな。クロフク これでもあれか、一応通常での発展ってなるからあれなんかな。 SD チェックの7つからやったら大当たりみたいなのどうやらだけど、通常じゃからまだ確定じゃないでしょうね、多分ね。さあ、死闘流行さあ、おー、キレパンダ、キレパンダ来た、キレパンダ来た、来ましたよ。これは空いただけでしょ。えい、あ、おー、さらにもう一回出てきた。こいつでしゃばりやな。おー、おー、おー、おせー。あはい、やりました。ガチャーガチャおい。まあ、どうやったんですかね。 ST やったのかどうなのかわかんないですけども、とりあえず引き回しです。燃えよドラゴンボーナス。どうしようかチャンスが来ましたね。おっしゃ、これで VSK に発展するでしょう。お、ドラゴン、ドラゴンかっこいい。強いよな。うわ、やられそう。おお来た、かわしたかわした、でかしたでかしたでかした。よしよし、おい、よっしゃー。あ、でも普通使ないね。いやでも昇格するパターンも多いと思うんですけどね。どうなんですかね。さあ来い。ダメか。ちなみに大当たり中はね、あれですね、影山博信さんね、アニメソングでね、このかっこいい歌でおなじみのこちら影山博信さんの歌ですね。とあとジギね、バンドのジギ、僕でも知ってる有名バンド、こちらの曲が楽しめますね。
あら、ハンのムービーが、これはテンパるでしょう。あれテンパるだい。お、突発が、おー素晴らしい素晴らしい素晴らしい逆転パターン。なるほどね、これはあーさあ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 、これ引き戻したんかな、どうなんやろな。今5ラウンドの後やったんで格変かどうかわからない状態だったんですけども、まあ、早めのあたり、これは白変でしょうね、さすがにね。燃えよドラゴンボーナス、まあだから前半はあれですね、あの突発が起こりやすいんでしょうね、ボタンがね、前半の ST は。よし乗ってきたよ乗ってきたよ、燃えよドラゴンボーナス。おお、意外と復活あるね、2回目。よしよし、これで7300。あ、来た。そう、この ST チームももちろんこういう風にね、5ラウンド開始時にバイトライン数が起こることがあると。え、16ラウンドです。ありがとうございます。おーおーおおと、来るんちゃうこれ。おお、めっちゃ来てる。あーさあ、オーケーオーケーオーケー、分かってきた分かってきた分かった、そういうことやね。なんかちょっと強めの先読みというか演出が来た時にちょっと外れたと見せかけ、外れたと見せかけてね、突発ボタンが起こるということですね。よしよし、5回目の16ラウンド、燃えよドラゴンボーナス。あー踊るの間なんで、もう少しや、ほらこれで15ラウンド、16ラウンド6、あ、5回ですからね、16ラウンド、あと2回でいけますよ。はい、さらにね、ほら1906アンチャーですよ、素晴らしい、1万発アーチャー突破でございます。よし、さらにドラゴンが、まさにドラゴンルーク、なんつってさあ、あー、クロムで、いかんか、あ、来た来た、もう止まらない、もう止まらない、ドラゴンルーク来てますよ。さらに16ラウンド追加と。よし、あと1回や、これはいらんぞ。お、ステップ2来ました、テンパするでしょ。お、7つから、来たかっこいい。全回転できない。全回転。全回転ですよ、俺は。すごいの引いた。すごいの引いちゃった。素晴らしい。しかもこれで7連チャンですからね、16ラウンド。よしよしよし、すごいすごい、めっちゃ見入っちゃいましたね、今ね。
ごいいいね。燃えよドラゴンボーナス。たどり着いた、たどり着いたね。はい、オノルの間、来ました。たどり着きましたよ、ほらここでね、ブルースリーがブルースリーと。はい、というわけでね、一応レンチャンとドラゴンループを重ねましたね。なんとなんと15,050アチャということでね、なかなかようやく最後にね、いいところっていうか、まあ16ラウンドループ、見せることができたかなと思いますね。で、一応己の間モード、こちらまでたどり着いたんですけどね、この内容の方はね、ホールの方で皆さんに見ていただきたいと思ったんですが、最後におまけの一つ当たりましたけどね。はい、まあただね、いろいろまだいろいろ己の間のね、モードのいろんな、演出まだ隠されてますんで、ぜひこの後はね、1万5000と言わずにね、まあ2万発、3万発も可能なスペック、最強スペックと思いますんで、ぜひ皆さんも、ホールで対話してみてください、ね。一応そうですね、まあ、そのドラゴンループっていうところもそうですけども、通常時の演出もだいぶ今回見せたと思いますんで、まあ、何しかまあモエドラ演出が熱い、まあ、ブルース・リーズ柄が、転売が熱いというところで、それに向かっていろいろ演出が多彩にあるというのとですね、まあ、さらに、ジャック・リーチでも、まあ、ハンボーナス等々で、ね、期待できるというところありますし、さらに SD 入ってからも、時短が一応ついてますんで、その中で格変かどうかっていう楽しみもありますし、なかなか、バランスの取れた、ね、完成度の高いスペックかと思いますんで、ぜひ、皆さんにね、一度ホールで打ってみてほしいと思います。で、導入の方が、4月の上旬ですかってことになってるみたいなので、もう間もなくと思いますんでね、皆さん、真相の お近くのホールで、ね、真相入れ替えある際にはですね、ぜひ並んで、ね、ゲットしていただきたいと思います。はい、それでは本日の〇〇を打ってみた迷うドラゴン編、これでお開きさせていただきたいと思います。ありがとうございました。